しも僕が立ち去った後に汽笛の音を聞いたならば二度と会えないということがどういうことなのかわかるだろう。燃える燃えるさんぽ野郎だ。ぐちゃぐちゃ歩くぐちゃぐちゃ遠く感情線の外側にあるぐちゃぐちゃ遠い遠いところ。光らない宝石さ、震えて眠る星の妖さ、似合わない洋服で夜を待ってるのさ。下り坂も楽じゃないぜ、上り坂には口笛吹いて、君がここで動かないなら切符が一つ余るだけさ。光らない宝石さ、震えて眠る星の妖さ、似合わない洋服で夜を待ってるのさ。明日は滑り